モダフィニル、モダフィニルとは、覚醒を維持するための精神刺激薬の一つである。日本では、商品名モディオダール、アメリカでは、プロビジルで知られる。適用は、ナルコレプシーや、治療抵抗性の閉塞性睡眠時、無呼吸症候群に伴う過度な眠気である。メチルフェニデート、リタリンやペモリン、ベタナミンといった伝統的な中枢刺激剤のように、ドーパミン系で、 中枢神経を不活するのではなく、ヒスタミン系を介した大脳皮質の不活化やギャバ有利抑制作用によると考えられている。そのため糖水作用が少ない。なお、乱用薬物であり、メチルフェニデート、リタリンと同じ第一種無機精神薬として指定されている。副作用として、うつ病、躁病、その他の精神障害の起用歴のない場合にも、幻覚、妄想、 自殺燃料が生じる場合があることが確認されている。日本での適用は、下記の疾患に伴う日中の過度の眠気である。製薬会社の主張によると、モダフィニルは過度の眠気に悩む人々が、副作用や行為障害を伴わずに覚醒状態を維持することを可能にするが、すべての場合において期待通りの効果が得られ、わけではなく、発信や、 腸の不調などの副作用を引き起こすこともあるとしている。メチルフェニデートの半減期3時間と比較すると、モダフィニルの半減期は10から15時間と長いため、一般には気象直後に服用すると、夜間の通常の睡眠を妨げることなく薬効はほぼ、その日中続く。通常、1日モダフィニル 200mg を処方することが一般的であるが、過度の眠気が残存するようであれば、 一日三百 300mg までの増量が許されている。実際、ナルコレプシーの患者の場合には、一日当あたり朝と昼と、いった2回の服用が必要となるとがある。日本では、ナルコレプシー患者及び閉塞性睡眠時、無呼吸症候群患者に対しての適用が認められている。ただし、後者の場合、CPAP、持続用圧呼吸療法などの軌道閉塞に対する、 治療3ヶ月以上行われているにもかかわらず、日中の過度の眠気の残存が認められる場合において、適用が認められる。初めてモダフィニルを使用する患者の場合、より効果的となるように容量の調整が必要である。人間の体内における半減期はおよそ12時間。二重毛検法で分かった多くの副作用の中では、頭痛だけが統計上通常の5%増加したが、 他の副作用の数は、偽薬、プラシーボよりも、約1%多いだけであった。また、モダフィニルは、メダンフェタミン、メチルフェニデート、ペモリンなどの伝統的中枢刺激剤に比較し、依存性が低いと考えられている。一方、欧米では、様々な病態へのモダフィニルの活用が模索されており、多発性硬化症、パーキンソン病、進行期、 末期癌の倦怠感や慢性疲労症候群への応用も視野に入れて研究がされている。新興期末期癌の倦怠感についてジーン・ピエールらが2010年に報告したモダフィニルの効果に関する第3小試験ではもともとの疲労が強度であった場合に有効であるという結果であった。またスプラスらが2014年に報告した二重盲検無作為化試験では進行期 末期がんの倦怠感の改善は、プラセボと変わらないという結果であった。ただ、モダフィニルを使った規模の大きい臨床試験が少なく、結論は、今後の追試を待つ必要がある。モダフィニルは、エネルギーの欠如や、疲労の訴えに対して処方されるものではないが、そういった患者に対しても時には有効であることが、わかっている。さらには、一日に十時間以上も睡眠を必要とし、 十分な睡眠を取ろうとするがために日常生活において能力を十分に発揮できない金無理症の患者の治療にも使われてきている。2005年1月にペンシルベニア大学の研究者たちは二重毛検プラセボ対象法による試験によりモダフィニルがコカインの依存症から回復する助けになる可能性があることが分かったと表した。モダフィニルは 覚醒作用以外の効果も期待されており、その一つが認知力の向上である。現時点では肯定的な研究が多い。健常な成人で知的タスクの処理能力が向上したという報告もあるが、低 IQ 群でのみ、向上効果を認め、平均 IQ115 の高 IQ 群では顕著な、向上は認めないとする研究もある。また、ある研究では、 断眠り状態の健常成人では 400mg のモダフィニルにより知的テストでの間違いが減る効果を認め、この効果は 600mg のカフェインや 20mg のアンフェタミンと同等であったとしている。認知機能向上については、モダフィニルによるモノアミン系への就職がその基準に関わっていると推測されている。なお、安易にスマートドラッグとして使用することが 良いことかどうかについては、手つかずの状態である。添付文書の重要な基本的注意には、連用により薬物依存が生じる恐れがあり、特に薬物依存、アルコール依存等の起用歴がある場合の、身長投与と、うつ病などの起用歴がない人でも、幻覚、妄想、自殺燃料等が生じる場合があることが記載されている。添付文書の使用上の注意には、 身体疾患では、心臓疾患、高血圧、重篤な肝機能障害、腎機能障害への注意がある。転換及び起用歴では、発作の指値の低下の恐れがある。再帰性は否定できないため、妊娠中は服用しない方が望ましい。授乳も避ける。モダフィニルの作用基準に関して、十分明らかにされていないのが現状である。唯一、 アンフェタミン系の薬剤の刺激興奮作用とは異なる、基準であることは知られている。覚醒のメカニズムは、モノアミン作動精神経系を、主とする上行性毛様体復活系を介する、経路と、ヒスタミン作動精神経系を介する経路、の二つの経路があると考えられている。一番、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニン、 そしてアセチルコリンなどの関与が考えられており、いずれのニューロンも上厚性盲様体不活系の一部として、脳幹から上位中枢に投射している。モダフィニルの働きの正確な基準は明らかではないが、インビトロ研究では、この薬がドーパミンの再取り込みを阻害する。一方で、ドーパミン気候薬と同時に投与することは、アンフェタミンの刺激効果を抑制するということが知られているが、 モダフィニルの覚醒促進作用は減弱させない。モダフィニルはグルタミン酸系を不活化し、ギャバを抑制する。モダフィニルは糖性や快感を引き起こさないので、他の刺激剤に比べて乱用の可能性は低いと考えられている。モダフィニルは、床下株後部の血節乳頭角の周囲から伸びている、上厚性のヒスタミンニューロンによって調整されている。 ラットを用いた試験では、モダフィニルは、結節乳頭核に存在する、ヒスタミン作動性神経を間接的に活性化し、床下株全部のヒスタミン有利を増加させた。さらに、モダフィニルは、大脳皮質、内側施策、前の床下株後部における、抑制性介在ニューロンの神経伝達物質である、ギャバ有利を抑制した。動物実験の結果から、 不活系のヒスタミンの増加と抑制系であるギャバの抑制により覚醒を維持すると考えられている。なお、ナルコレプシーでは床下部に存在するホルモンオレキシン、ヒポクレチンと同じ神経が脱落していて、随液中オレキシン濃度が低下している。オレキシンは床下部のヒスタミン神経系を活性化して活性化を及ぼす働きがあるので、 これが機能しないと覚醒障害を起こす。この点で、ヒスタミン神経系に作用するモダフィニルの作用は理解しやすい。また、モダフィニルの中枢刺激効果は容量及び時間、依存的である。作用はクロロ化で増強され、メチル化で減弱する。モダフィニルは腹外側支作全核から投射している、睡眠侵入論のノルアドレナリン神経終末において、 ノルアドレナリンの再取り込みを阻害する。この作用が、モダフィニルの覚醒促進作用の少なくとも一部に関与しているものと考えられる。モダフィニルは、ドッパミン再取り込みトランスポーターに対して、約 4000L の結合親和性を有するが、ノルアドレナリン再取り込みトランスポーターへは結合しない。最近の研究により、 上述の通りノーペプチドの一つであるオレキシンが作用発現に関与する可能性が示唆されている。オレキシン神経は床下部を起死部として覚醒の維持制御に関与する部位を含め脳内の広い部位に神経を投射している。これらの神経の活性化により投射部位でドパミンやノルアドレナリンが増加する。オレキシン経を欠損する動物ではナルコレプシーに近い症状が見られる。 モダフィニルは、オレキシン神経を不活化させ、この結果覚醒を促進させると考えられる。しかしながら、オレキシン受容体が欠損した遺伝子改変研での研究においても、モダフィニルはこれらの動物で、覚醒促進効果を示したため、モダフィニルの作用発現には、オレキシンの活化は必須ではないものと推測される。モダフィニルは、ドパミン取り込み阻害。 ベルポでのノルアドレナリン取り込みの間接的な阻害、オレキ神経の不活作用が合わさって、作用を発現する可能性がある。前述の通りモダフィニルの半減期は15時間で、投与4日目に定常状態に達する。モダフィニルは一部サイプ 3A4 で代謝される。サイプ 2C、シプック19を阻害し、サイプ 1A2、サイプ2 y と6。 サイプ 3A4 を誘導する。様々な薬物相互作用のため併用の初注意がある。モダフィニルは、フランスの製薬会社、ラフォンの研究者により1970年代に実施された一連のベンズヒドリルスルフィニル系、化合物の研究により見出れた。モダフィニルは、アドラフィニルの主要な代謝物であり、類似の活性を有するが、より広く用いられている。 アドラフィニルも、また、ベンズヒドリルスルフィニル系化合物である。アドラフィニルは1986年に、フランスで、ナルコレプシーの研究的治療に初めて用いられた。2011年9月をもって、アドラフィニル製剤のオルミファンは、製造中止になった。モディオダールの名称で1994年以降、フランスで、プロビジルの名称で1998年以降、 アメリカ合衆国で処方されている。商品名は日本、フランス、メキシコではモディオガール、アメリカではプロビジルやスパーロン、ドイツではビジェル、オーストラリアではモーダビジェル、カナダではアラーテックである。アメリカ合衆国ではモダフィニルはラフォン社からの権利を得てセファロン社によって販売されている。セファロン社は2001年にラフォン社を買収した。 アメリカ食品医薬品局は1993年にモダフィニルを希少疾病医薬品、オーファン医薬品に指定し、2005年末まで有効であった。セファロンは1994年にモダフィニルを含有する医薬品蘇生物の特許を出願した。本特許は1997年に成立し、2002年に RE37516 として、 再発行した結果、2014年までアメリカ合衆国において特許でセファロン社の権利が保護される。セファロン社はモダフィニルの高学異性体の一つ、アルモダフィニル、モダフィニルをヌビジルの名称での販売もしており、プロビジルと同様の症状に処方されている。フランス政府は海外中流部隊がある種の隠密作戦の際にモダフィニルを用いたことを示唆した。 モダフィニルは兵士への使用に関してアメリカ合衆国軍隊で繰り返し研究されている。ある研究ではモダフィニル 600mg を3回に分けて服用したヘリコプターパイロットは88時間のうちたった8時間の睡眠をとっただけで覚醒状態を維持し続けた。他の研究ではモダフィニル 300mg を 100mg ずつ3回摂取した戦闘機パイロットの場合 ダンネムした回マイナス117パイロットは基準レベルに比べ操縦の正確さは約27%以内の低下を示したのであった。アメリカの規制物質法のスケジュール法に指定されている。日本では麻薬及び厚生新薬取締法の第一種無機製新薬である。厚生労働省より2006年7月25日8月24日の1ヶ月間。 パブリックコメントが出され、モダフィニルの抗精神薬の指定への意見募集を行った後、2006年9月8日に第一子無期精神薬に指定された。2004年8月3日に、モダフィニルは世界アンチドーピング機構によって禁止薬物のリストに加えられた。アテネオリンピックの開幕10日前のことである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。